ヒョードル・イバーノビチトルブーヒンは、ソ連の軍人。ソ連邦元帥。ソ連邦英雄。ヤロスラフ県アンドロニキ村の大家族の農家に生まれる。1912年、ペテルブルク商業学校を卒業し、サンクトペテルブルクで母地として働く。第一次世界大戦時、1914年に、ロシア帝国軍に志願。1915年に、 順位学校の促成過程を修了し、南西戦線で中隊、大隊を指揮した。戦時中の部君に対して、西アン勲章と聖スタニスラフ勲章を受賞し、陸軍大尉まで昇進した。2月革命後、連隊委員会議長に選出された。1918年8月、赤軍に入隊し、1919年、参謀勤務学校を卒業した。 ロシア内戦時、北部及び南部戦線で参謀職を務めた。1921年、クロンシュタットの反乱の鎮圧に参加し、その後、カレリアのフィンランド軍部隊に対する軍事行動に参加した。1927年と1930年に、高等式要員完全化過程を終了、師団及び軍団の参謀長を歴任した。1 9 3四年、 MV フルンゼ名称軍事アカデミー卒業後、狙撃士団長に就任。1938年、全連邦共産党に入党し、7月からザカフカーズ軍艦区参謀長。1940年6月、少将の階級を授与。独組戦初期、ザカフカーズ戦線、カフカーズ戦線及び、クリミア戦線の参謀長を務めた。1942年5月、 スターリングラード軍艦区副司令官。1942年7月から第57軍司令官。1943年2月、第68軍司令官。1943年3月、南部戦線。同年10月、第4ウクライナ戦線。1944年5月から1945年6月、第3ウクライナ戦線を指揮。スターリングラード、ドン。 ドンバスの戦い、ユーゴスラビア、ルーマニア、ハンガリーの解放に参加した。1944年9月、在ブルガリア連合国監督委員会議長、同月、ソ連邦減衰に昇進する。1945年6月24日の戦勝歓越式において、第3ウクライナ戦線の混成連隊を指揮した。 1945年7月から1947年1月、南部軍集団総司令官。1946年からソ連最高会議、大議員。1947年1月、ザカフカーズ軍管区司令官。1949年10月17日に、糖尿病で死去し、意外は、クレムジンの壁に葬られた。モスクワのサムチオチナや広場には、 トルブー品の記念碑が建てられた。ソ連邦英雄、ブルガリア英雄、勝利勲章、レーニン勲章2個、赤旗勲章2個、一等、スボーロフ勲章2個、一等、クトゥーゾフ勲章、赤星勲章を受賞。ありがとうございます。